三原市民の皆さん、こんにちは。生活充実講座を地域に広める会、みちみちの副代表、広報部長の大島村田口です。三原の未来を作る相談会の動画になります。今回は私が昨年7月、三原に戻ってきてから推進をしているプロジェクト三原発グローバル産業に関わる新しい技術についてご紹介をさせていただきます。これは私がですね、三原市で私の得意を使って三原市民の皆様に貢献し続けるために三原に作る未来を皆様にご紹介をさせていただく動画になります。皆様に、皆様にご自身の得意を使って、誰かに貢献し続けるために、三原に作る未来を教えてくださいということをですね、こちらの動画のシリーズで何度か、お話をさせていただいておりますが、今回は私はこういう未来を作りますという内容になります。昨日、私がですね YouTube 動画の中でこちらのですね人工石油に関する情報を知りました。これは空気中の二酸化炭素をですね取り込んで、軽油を作るという技術になります。その動画の中で、この技術を開発された方がご説明されていたのはですね、空気中の二酸化炭素をどん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 、液体の中に取り込んでいって、でその液体の中の酸素ですね、酸素とくっついて経由ができるという技術です。でこれはですね大阪市と一緒に今社会実装ですねするための、調査研究が進められておりまして、その方がおっしゃるにはですね、空気中の二酸化炭素を取り込んだということは、雨の日ですね、雨の日にその油がですね、軽油が増える量が、晴れの日よりの半分になっていたということで、雨によってですね、空気中の二酸化炭素が吸収されてしまって、その軽油がですね、できる収率が減ってしまったという説明でした。で今ですね、ガソリンは1リットル170円するんですけれども、ガソリンでなくて軽油なんですが、その方の試算によればですね、1リットル当たり10円ぐらいで作れるのではないかということでした。で、私がですね、三原発グローバル産業の中で、実現しようとしている三原の未来はですね、食料とエネルギーを三原市民の分は三原市で自給すると。いう未来ですね。で食料はですね、休耕田、休耕地をですね、再度、食料生産に使うことによって、多分三原市民の食料は自給できるのではないかと。一方ですね、エネルギーについてはその解決策がまだ私の知識の中になかったんですけれども、昨日の動画で、こちらのですね、人工石油を三原市で導入することによって、エネルギーのですね、自給ができそうだなという感覚を持つことができました。私はですね、この人工石油をですね、三原市で導入して、三原市のエネルギーをですね、自給するということをですね、実現したいと思っております。それ
それに向けて、まあ、1日のメンバーと一緒に活動していきますので、皆さんのご支援とご協力をよろしくお願いいたします。それではこれにて今回の動画は終了いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。